今はなし、我が再生。告別式で述べたことのあらまし、佐藤春夫。中野茂春君が友人代表として私に弔辞を述べさせてくれるのは適当な人選かどうかは知らないが、思えば個人の東京での最も古い友人にはそういないし、せっかくの使名は誇示すべき筋合いのものでもなし。お引き受けした。 ところが、指名を受けた日から一昼夜、それから実は今日も午前11時頃まで、弔辞の文案を練っていたのに、どうしても文はまとまらない。私は医者のせがれのせいか。死というものは、ほんの生理的現象とあっさりドライに片付ける側で、今までそれで過ぎていたのに、今度ばかりは他に理由があるのかどうかは知らないが、何か体中を不祥化なものが。 あちらこちらと移動しているような気がして落ち着けず、長字一つ満足にかけない。仕方がないから、突然を帰り見ず、言葉で述べさせていただくことにします。解雇すれば、明治42年、上京した私は、本郷界隈でぐずぐずしている間で、友人、広川松五郎のところで初めて、そしてたびたび個人の噂を聞いた。 彼がほとんど毎晩のように根津ゴンゲンの酒場に出没して、殴ったとか殴られたとかいうような話ばかりであった。お互いに名を知り合ったのはその頃、お互いの二十歳前後からであった。もう五十年余り前のことになる。その後彼は名優萩原作太郎と巡り合って、パンフレットのような獅子、感情を出すに至って、 迷子を寄贈を受けて彼の死を愛称した。彼の死は熱情的で純粋な、そして色上の匂いのおびただしいすべての実感を世俗をはばからない思い切った強い表現を持ったもので、その独自の表現は原始人のような正気というより晩期に満ちたものであった。この死精神と晩期のある表現とは、後年、 死から三文に移って後も生涯一貫したものであった。その死に感心しながらも社交性のない私は彼のところへ訪ねて行ったり手紙を書いたりすることもなく数年過ぎた。たまたま彼が三文の第一作を発表した時、それに共鳴するところがあったらしい、谷崎潤一郎に誘われて、 当時確か、田畑だか滝野川だか、その辺りにあった植木屋の裏木戸からすぐ出入りする離れ彼を訪問したのが彼と初めて話した機会であった。それまで名は知り、顔も途上で見かけて互いに目霊したことぐらいはあったが、口を聞いたことはなかったのである。彼は大いに喜んだ様子で我々を迎えてくれた。気上には、新庁舎の 近代文学全集版らしいドストエフスキーのカラマゾフの兄弟だか何かが置かれていて、彼はそれを読んでいたところらしかった。その時、どんな話をしたのか覚えていないが、ただ一つ印象に深いのは、部屋の片隅にみかん箱を横倒しにして並べ積み重ねた中に、遠目にはクタニカ、イマリカとも思える陶器が大切げに飾られていることであった。 およそ三十分ばかり話して外に出ると、谷崎は室尾の無邪気に熱のあるところが気に入ったげな様子であったが、それにしてもあのみかん箱はおかしいと悪意なく笑ったものであった。我々は手に取ってみたわけでもなく、見てもわかりもしなかったが、当時の彼の生活から考えてみて、わざわざ飾り立てるほどの品々とは思わなかったからである。思えばそれから、 彼れこれ四十年余りその間に、あのみかん箱が、国団や師団の枠のケースに代わって、中身も、倒産祭か何かまで進歩していったのであった。進歩したのは、ただその愛願品だけではなく、彼の文学も同じような包丁でぐんぐん進んでいった。彼はその出事、その無教育、そしてその風貌など、 すべて何らの恥じるところのないものを自ら好んで自らの劣等感に仕立て上げてその幻に対してドン・キホーテのように戦い続けた結果でもあったろう中国の昔の話に天から来た男というのがあってこの男は村の労働者に混じって貧乏暮らしをしていたが船が転覆すると片手に抱きかかえて船を起こし 落ちた荷物は微細なものまで一つ残らず水底から探し出す。光が必要なら手を差し伸べては天井の星を任意につまみ取るというような超人的な力を持った巨人の話であるが、室生はいつの間にかそういう巨人となって我々の前に突っ立っていた。それが今我々の視界からかすかに一点のような後ろ姿を遠く見せて消えてゆこうとしているのは 何とも心細く切ないことである。しかし、あるいは雲となり風となり、また野山の花々や町を行く女人の胸や腰の線となって彼はいつまでも我々の身辺の世界にいつまでも生きてるような気もする。私は彼とは正常の愛に似たような、それでいて非常に食い違ったところがあって。 そのため心と心と触れ合うような真の友情を結ぶには至らなかった。それもお互いの老いとともに、老い老いと相互の理解が深まって、真の友情に到着する喜ばしい兆しが年々はっきりしていた折から、今不意に君を失うことは誠に根治である。あるいはあまりに率直に君に対して、時にそのつもりもなく、 君の自尊心を傷つけたようなこともあったのではないかと我が身のふつかをかを顧み君に対して物言うこの最後の機会にこれからもお詫びしておこうしかし私こそ真に君を理解する良き友のつもりであるでは安らかに長き眠りを眠りたまえ